いや、やっぱ悔しいですね。何がやっぱり、ね、耳寄りがアメリカでやっぱ止めてしまったことがですね、あ、俺の中で。なるほどですね、はい、やっぱ本来アメリカで俺は2回お送りするはずだったんですよ、はいはいはい、ビュー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 2回やるつもりだったんですけど、あれ、加工してるのかな、生声なんだ、あれ2回やるつもりだったんですけど、だから1回目はあの時お送りして、で次の週ももう1回日曜日が来るのは分かってたんでですね、もう1回アメリカ編があるなと思ってたんですけど、そのアメリカ編のお送りするのが言ったら最後の日なんですよ。俺たちがもう次の日の朝にはもうロサンゼルス空港から飛行機に乗らなきゃいけない日で、でその日もだからレンタカーを返しに行くのが7時、要は朝の7時にもレンタカー屋に返さないといけないんですよね。で、宿泊してるところからそのレンタカーのところまで、まあ、30分は見ておいて、渋滞があったら1時間ってしてたんですよ。ってことは6時にはもう家を出なきゃいけない、ってなると5時には起きなきゃいけないっていう逆算でどんどんなって、でその夜はこう最終的にロングビーチっていうフリーマーケットで買った荷物を段ボールにこう詰めて、でさらに着替えとかもなんやかんやもう段ボールにとにかくパンパンに入れ込む作業をしてたんですよね。でそれが終わりそうな時に、これ終わりきった後に、まあもちろん寝る用意するじゃないですか、シャワーしたり、その後にラジオを撮って、それから編集っていうか、まあやって、で明日の朝に向けて4時起き、いや無理だろって、こう普通になんか初めてなんか人間としての普通の感情というか、無理だなみたいな要はそこまではなんかようやったと思うんですよ、 YouTube 動画を毎日上げてて、ちょっと気が狂ってるというか、なんかもうハイハイになってたんですよ。もう毎日こうやったことをもうその日のうちに編集してみんなに見てもらおうっていう、こう日がその日までは続いてたんですけど、その最終日に初めてなんか人間の心を取り戻して、なんかいや無理無理ってなってなんかもういいやって、今日はごめんなさいだったんですよね。だから待ってた人もいたと思うんですけど、ちょっとねラジオがまあ初めて止めちゃったっていうのが、まあ悔しいところですね。止まっちゃいましたねまあアメリカだからね月曜なってもわからない。そうそう、そもそもみんなにしたら月曜日に上がってたんですよね。俺らが日曜日に収録してもね、全部1日遅れだったからですね、だから俺らが夜、日曜日の夜撮ったところで月曜日のなんかもう夕方ぐらいだったのかな、なんか上がるとしてもですね、そもそも日曜日じゃないしなみたいな、なんかそれもうわけわからんしみたいなですねいいものを見せてはもらいましたね。あ、動画でですか。動画ですね、なんか動画が盛りだくさんだから、物足りなさっていうのはなんか枯渇感みたいな。枯渇感。まあよう上がってくるなって感じでね、見てもらったと思うんですけどね。嬉しかったですよね、毎日毎日、ね。確かに。まあね、生存確認というかね、今日はこれやったんだなみたいな感じで、だから最後の3日間ぐらいが移動も兼ねて上がってないんですよね、要は飛ぶ前から上がってないし、飛行機でもうちらが16時間移動だったんで上がってないし、帰ってきた日ももちろん上げなかったんで、あら みたいなね、3日間ぐらい田尻さん生きとらすとかなみたいなのはあったかもしれないですけどね、はあ、無事に戻ってきて、やっとね、なんか時差ボケっていうほどきつくはないんですけど、やっぱり気だるさがずっと今3日4日目まで今日も残ってるんですけど、なんかね夕方5時6時に無性に眠くなるんですよ。で朝4時ぐらいにバチンって起きちゃうんですよね。ちょっとずれてるんですよ、なんかタイミングが。だからできるだけ太陽の光を浴びながら、今日とかもできるだけ時間になったら寝ようとは思うんですけどね、まあ、今の段階でだいぶ今いつも通りなんで戻ってるんじゃないかなと思いますけどね、はい、やっぱ思っている以上にきついですか、体、あ、いやいや、思った以上とかではなかったです。もっとひどいのかなみたいな。タント君がニューヨークに行った時になんか2日間ぐらいホテルからもう出たくなかったみたいに言ってて、だからそれで嫁さんと喧嘩になったみたいなね、もうホテルにいたいみたいに言うから、なんでみたいなね、旅行に来たのに
ホテルにいたいなんて言うから喧嘩になったんすよってあいつが言ってて、やっぱちょっと覚悟はしてたんですよ。万が一買い付けができないぐらいぐたっとなっちゃったらどうしようみたいな。でもそんなことは全くなかったし、本当にこれなんか寝てない自慢じゃないんですけど、1時間2時間しかほぼ寝てない日が続いてるんですよ。もう本当にラジオでも一回言った通り、1時2時ぐらいまで編集して4時に起きてみたいな生活をしてたんで、確かになんかあのサイクル見てると動画を編集してで買い付けも早朝から行ってるから、どういうタイムスケジュールなんだろうって。確かにもう一人クルーを追ってもおかしくないですよね。そうですね、辻さんのクルーがもう一人いないとこ辻褄が合わない辻褄本当に合わないような生活してるんですよ、ね、これ笑ってほしいんですけど、最後の4日間俺と陽平は2人で部屋借りてるんですけど、うん、たまたまというか部屋がもうなくて、要はベッドが一つの部屋しかなかったんですよ。だから俺最終の4日ベッドも使わず床で寝てるんですよ。だからその2時間ぐらいの睡眠を床の上で、もうベッドカバーシーツみたいなのをかけながら寝てました。本当になんか本当にストイックな環境にいましたね、最終的に。田尻さん買い付けに行ってるからですね。そうそうそう、ストイックに行かない。俺はこう、そう、遊びで行くわけじゃないから。はい。そうなんですよ。望むところって感じでしたもんね。こういう環境でこそ燃えるというか、ね。野宿でないだけ。そう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 。屋根があるだけありがたいって感じで。ただそれで言ったらなんかね、こう、危険なこととか、何かが紛失した、盗まれたとかが一切なかったのは本当良くて、俺も陽平も奥君も3人ともそれはなくて、うん、そこだけはなんか良かったですね。襲われてとか、もうあの時怖かったとかも何もなくてですね、まあ多分3人でいるっていうのは一強みだったのかもしれないですけどね。まあ途中でね1人2人には分かれてたんで、まあそこからはちょっと奥君とか特に1人だったんで危ない場面もねあったかもしれないですけど、奥君はね本当にね危ない目に2回ぐらい合ってるというか、あいつのせいでですね、せいで、うん、はい、本人はねかなり伏せたがってましたけど、俺は別にいいんじゃねえって言ってるんですけど、まあ、すごい簡単に言うとメキシコとの国境近くまで行ってしまって、てかまあ行ってですね、その町に、で あそこに国境のフェンスがあるんだみたいな感じで、あいつはこうテクテク歩いて行ってるんですよ。で絶対英語でもうこっから先は行くなって書いてあるはずなんですけど、それをこうスルーしてるんですよね、奥くんは。で、こう、写真撮ろうなんみたいな感じでしてたら、もう向こうのそのアメリカの警察がバギーかなんかでブワーってビーチに来て、ものすごいスピードで来たらしいんですよ。でもネイティブの英語でお前、まあそのニュアンス的にはお前バカか、お前こんなとこで何やってんだよって、めちゃめちゃ剣幕、すごい剣幕で怒られたらしくて、もうただただ謝った、もう泣きそうだったって言ってました。そこはインスタライブでも なんかストーリーズでもなんか隠してましたけどね、リール動画でもそこだけなんかちょっとなんか問題発生みたいな書いてたけど、あ、まあ、そういうことが起こってたらしくてですね、だから一人だったからっていうか、まあ、そういうこともあいつちょっとやんちゃというか、なんか危ないセンサーがちょっと緩いんですよあいつ、だからこう行っちゃうんですよねそこをね。でやっぱそういうトラブルもちょっとあったみたいで、まあそこで例えば何日間こう流そうですよ、ね、こうなんていうんですかね、こう捕まるというか、その、そういうのに、可能性はあいつよぎったらしいですよ。あ、もう積んだと思ったらしいですよね。まあ、ああ、みたいな、田尻と陽平にどうやって連絡取ったらいいんだろうって、やっぱ、なったらしいんですよ。はいはい、でも、ただひたすら謝って、もう許してもらったというかね。まあ、全部、多分、エスタとかも全部チェックされたと思いますけどね。あいつ前科もんですからね。そうそう。だから一回どっかね、帰りの通関の時にあいつだけ一回止まったんですよね。だからやっぱデータがあれ、ね、残ってるよお前っつって。だからメキシコからのなんかこう悪いことしてたやつも、要はなんでそこに行っちゃいけないかというと、やっぱりそこでドラッグの取引とかしてるんですよ、フェンス際でね。だからそういうので近寄るなってしてあるんだと思うんですけどね。そういうところに行っちゃったみたいな。ところで、おっくんは、俺直接言ってないですけど、ね、お芋のやつさんも、今日石井さんも来てて言ってたのが、ノウサギを探してる動画かなんか、俺そのリール動画見てないですけど、電話してたら、あ、今ウサギがいたって言ってたんですよ、俺と電話中に。ノウサギつって、あ、多分ノウサギ、ちょっと探してくるわって言って俺電話来てるんですよ。
でそっからあいつ本当になんか探してたらしいんですけど、そのね、お芋の屋さんとか石井さんが言うには、人の家の家に入っていって、うん、そのなんか、その、そこに止めてある、なんか古いの、の、トラックですか、うん、作業のトラックとかの荷台とかを取りながら、うん、なんかかっこいいっすね、みたいな感じで撮ってたんでしょ、そうです、そうです。で、それを、岩崎さんも、だお芋のやつさんも、石井さんも、危ないんじゃないかってやっぱ思ってたらしいですよ、うん、それを見ながら。で、人の家の敷地ですよ、アメリカの。うん、だから本当ね、その向こうの事件でこうハロウィンの時の事件があったりとか、うん、やっぱ向こうは警戒心がやっぱ相当高いと思うんで、うん、その何かもわからない人間がですよ、携帯片手にいきなり庭に入ってきたら、うん、おいって多分なったと思うんですよね、うん、だからそのなんでそこがそんなことができるんだあいつはって思ってですね、うんうんうん、ウサギを追いかけて、ウサギを追いかけて、なんでその不思議な国のアリスみたいな、ノウサギいたみたいな感じで今ちょっと探してるんですよねみたいな感じで、聞いたことないですそんなエピソード。いやだからその例えばですよ、人の家に入って行っちゃったら野良猫でも何でも俺らそこで止まるじゃないですか、うん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 、日本でも、うんうん、ああ行っちゃったみたいな、入っていかないでしょ、うん、普通その敷地に、そのウサギしか見えてない、ウサギしか見えてないし、うん、ウサギしか見えてない、トラックしか見えてないし、いやだから本当これ奥今ラジオで聞いてくれてるかもしれないけど、本当みんな怖かったらしいよ、あのその動画は大丈夫かってみんな思ってたらしいんでね。あんまり突っ込むとやられるんじゃないかなと思いますよね。だからアメリカっていう土地の割には奥のそのね、センサーが緩かったっていうのはちょっと今だからそれでよく無事で帰ってきてよかったななんですけど、何が起こるかわからんかったからですね。まあ自分たち傭兵と俺らコンビはもう本当に自然を満喫したり、フリーマーケットも朝一からね入って楽しくやってて、危なかったなっていうのは本当なくてですね、おかげさまでって感じです、本当最終日まで。でやっぱね、感覚として西海岸に俺たちは行ったんですけど、西海岸の方がね多分ちょっとこうイメージで言うと、こう要は路上生活者の人とかもそんな見ないんですよ。例えばニューヨークとかやっぱ東の方がやっぱそういう貧困の差というかが色濃く出てるんじゃないかと思うんですけど、西海岸はねなんかちょっと座ってる人とかいるのは見ないわけじゃなかったけど、なんかそのちょっと危険を感じるようなっていうのは少なかったんです。俺らが立ち行かなかったっていうのはあると思いますけど、なんかあんまり危ないところにはやっぱこうアンテナ張って近づ、あここ行かない方がいいなっていうのはやっぱしてたので、そういう場面もあんまりなくて、西海岸っていう場所自体もちょっとこうまだみんながちょっとこう安全を感じられるんじゃないかなとはなんか思いましたよね、自分たちが見た場面で言うとですね、見えてない部分はあったかもしれないですけどね。だから本当にね、一回行ったらこうやっぱ快適さを感じるというか、もう本当カラッとしてるんですよ、もう何よりもまず先にそのカラッとしてるっていうのがもう全然違います、湿度が、もう湿度、もう成田空港に降りた後のこうブワーって風を浴びた時にもうこうガクって肩が落ちましたもん。ああこれこれみたいな、もうこれよねやっぱりみたいな、もうさっきのもう本当飛行機に乗る前までのあの気持ちのいい暑さがもうはい終わりましたって感じで、もう汗をかかないんですよ。日差しは暑いんですけど、汗が綺麗に乾いていくんでしょうね、ベトッと残らないんですよ。だからおっくんとか傭兵、今日は俺シャワー明日の朝でいいやみたいな感じで、普通に夏ですよ、でももう汗かいてないからそのまま寝るみたいな感じで、もうお酒もちょっと入っちゃったし、もうこのまま寝ちゃおうかなみたいな言ってて、それぐらい不快感じゃないんですよね。あ、確かにね、向こうの人ってそんなにお風呂ね毎日とかなんか、まあシャワーはするのはもちろんすると思うんですけど、なんかね最悪しなくても1日過ごせるぐらい快適ですね。気候がそうさせてた、そうそう、風が単純に気持ちいいんですよね。夜はちょっと寒い日もあるぐらい、朝方とかもやっぱ寒いでしょ。寒いです、寒いです、寒暖差が結構、それもあるのかな。なんか日本だったら夕方以降もなんか熱が残ってるじゃないですか、あれが全然ないんですよ。なんか日が落ちたらそれと同時にぐーっと気温が下がり始めて、あちょっと T シャツ1枚だと肌寒いなってなるんですよね。そういう意味でめちゃくちゃ過ごしやすいと思います。だからあの海さん、あの自分たちをね向こうに招待していただいた海さんが何年かしたら日本に戻りたいって言うんですよ。で自分もそれはね、あのね日本にね帰ってきてくださいっては言いながらも、
ただ覚悟してくださいねと、九州特にすごいですよ今の湿度と。カイさんだから25年とかもう30年ぐらいアメリカにいるんで、この日本の湿度はあんまり知らないんですよね。でやっぱ俺らの子供の頃より今の暑さでなんかちょっとさらに違うじゃないですか。そう、カイさんはそれを知らないんですよ。だからね、例えば熊本もいいところなんで、もし帰ってこられて熊本も来てほしいですけど、ただ夏の熊本の暑さはちょっと覚悟して来てくださいねっつって、なんかなんでそんな脅すんですかっつって、だからいやいや脅すとかなんか来てほしくないんでしょ実はって言われるんですけど、いや本当に言っとかないと これ聞いてないよぐらいの熱湿度なんでっつってね。そうなんでしょうね。はい。いやもう全然違います本当。なんなら乾燥しすぎてついて3日間ぐらい唇が荒れましたもん。カラッとしすぎてて。カラッカラになってて。乾燥してますよね。うん。そっか。それぐらい違いました。だから、その、別にこれ、かっこつけて言うわけじゃないですけど、もう、日本に着いてすぐ、アメリカ戻りてえと思いました。やっぱり。なんか、街は小さく見えました、ね。もうなんか、俺の器にはちょっと収まりきらんな、この街はっていう感じでしたね。やっぱりですね。なんかね、そのまあそれは冗談なんですけど、本当の本音で帰ってきて、ああもう日本がやっぱりいいでは俺実は本当なくて、なんかアメリカにもっといたかったのが実はあったんですよ。でこれなんでかというと、例えば英語のこととか、例えばだんだん喋れるようになってくるんですよね、感覚的に。リスニングとかもだし、ワードもこっちがちょっとこう頭が回り始めて、で言語のことだったり、あとはそのもちろん買い付けのルートの開拓だったりとか、もっとしたいなとか、あとはね食べ物をもう少しちゃんとこう開拓したくなるんですよね。例えば自分たちがバーガーしかないんですよっては言ってたけど、でも他のものもあるんですよ。でもそれがスーパーに行ってどれが自分の好みのものかっていうのが見つけ出すのが大変なんですよね。これとこれとこれを買ってこうやったら美味しくなるみたいなのがわからないんですよ。だからもう少しなんとかね、ロールプレイングゲームのなんかやり途中で帰ってきてるみたいな感覚なんですよ全部。そうそう、もっと言葉も成長したいし、もっと場所も覚えたいけど、もう戻らされたみたいな感じで、そういう移民のアメリカにもうちょっといたかったっていう気持ちが結構強くありましたね。でそれがもう来年来るとかじゃまあない、現実的にないのがもう分かってたので、1年に1回行ける感じで俺はないなってはもう分かってるので、だからそういう意味でなんか心残りというか、もっと痛かったなっていうのは感じましたね。それぐらいいい思い出です、アメリカは。心なしか、なんかでもその、田尻さんの顔つきも違うような気がする、私だけ。なんかね、なんかこう、ちょっと何ですかね、なんか男らしくというか。そうですか。何かこう違うものは何か勘違いだと思いますよね。これはちょっと人アメリカの大地に立ってですね。疲れてるだけだと思いますか。ちょっとなんかキリ疲れが取れてないだけなんじゃないかな。でもやっぱ変わるんじゃないですか、それぐらいこう。まあ行ってなんかだから自分は古着をね、こうなりわいにさせてもらってる上で。なんか分からなかったものが結構分かった部分がやっぱ少なからずあるっていうのは気持ちの中ですごいこう嬉しいことではありますよ。実際こうだろうけど本当のところどうなんだろうって思ってたのの本当のところが少しでも見れたので、まだまだだから全容というか分からない部分はまだまだいっぱいありましたけどね。これちょっと耳寄りならではというところでちょっと話していいですか。自分たちが日本の国内の卸業者さんと俺がやってる時に、要はいいものっていうかね、まあ買い付けに行ってももちろんいいものあるんですけど、さらに上の例えばヴィンテージだったりちょっと人気のアイテムっていうのはやっぱり先に抜かれてるという感じで、だから日本の卸業者さんとやった上でこうがっちりやったとしても、その上積みがやっぱりないんですよねっていうのはこうニュアンスで伝えてたと思うんですよ。でその上積みを探しに俺たちはこうフリーマーケットっていう現地のね、アメリカのフリーマーケットに乗り込んでるようなところがあるわけですよ。川上に向かっていったみたいな感じで、でそこでじゃあ川上を見て何を感じたかというと、その
ここに持ってきてる人たちはじゃあどっから持ってきてるんだっていうのが疑問が湧いてたわけですよ。ロングビーチだったりローズボーンのフリーマーケットに行ってその業者がいるんですけどね、この人たちはどこで集めてるんだっていうのをちょっとある筋からあの情報を入れてきたんですよ。でまずフリーマーケットの中でもさらにマニアックなスワップミートっていうのがあるんですよね。でスワップミートっていうのはなんかいらないものとかをよくタンスとかもういらないと思ったら フリーとかいう感じで書いて道にこうボンって置いとくらしいんですよね。そしたら誰かがそれを拾ってずっとその町内に空いてあるもうフリーって書いてあるものを全部かき集めて次の週のフリーマーケットのそのスワップミートっていうのにこう持っていって売ったりする人がいるらしい。椅子とかをね拾って、日本でいう廃品回収とかちょっとそういうのちょっと近いとこあるじゃないですか。不燃物の日のを集めてちょっと小銭を作ろうみたいな感じに近いのが、まあ、スワップミートっていうのがあるんですけど、さらに例えばそれちょっとこうデリケートな話になってきますけど、日本で遺品整理みたいなのあるじゃないですか。もう亡くなられた家があって、あの家主さんが亡くなられてもう親族の方ももう片付けももう一通り貴重品は取ったからもうあとは任せたいみたいな業者さんに、でそういうの業者さんが買い手業者さんとかが集めてそこでこう売れるなーっていうものをピックアップしてまたそれをスワップミートっていうところのマーケットに持っていって売るみたいなのがあるらしいんですよね。でそれが一つの川上のこう上流の方ではあるんですよ。だからローズボールとかロングビーチに出てる業者さんもその別の曜日のフリーマーケットに出てる、買いに行ってるんですよね。そこで買ってでそれをまた自分のこう本場とか勝負の日のフリーマーケットで販売するみたいな感じらしいんですけど、さらにもっと川上があるらしくて、それをこう情報をね聞いてきたんですけど、これはマジで怖い話なんですけど、なんかねアメリカのそのもう本当の田舎の田舎のもう砂漠みたいなところに本当にもうあのコンテナの中で生活してる人とか、まあ、それこそ一軒家とかでももう誰もいない、要はもう身寄りもないような人が亡くなって、そのまあ亡くなった人はもういないと思うんですけど、そのほったらかしにしてある家がやっぱあるらしいんですよ。でそこに行って中の服とかをまあ言ったら泥棒なんですけど、もう勝手に入って勝手に引っ張り出してめぼしいやつをピックアップしていくグループがいるらしいんですよね。だから これは言ったら犯罪ではあると思うんですけど、事実それが俺が今聞いてきた上の本当の上流のもう、まあ、源流というか、そこが水が出始めてる一番のところはそういうゾーンらしいです。なんかもう本当に犯罪とそのやっていいのかわからないのがグレーゾーンみたいなところなんですけど、もう誰もいないとこからこう盗んでくるみたいな人がやっぱいるらしいですね。でそれに値段がつけられてつけられてでだんだん俺らの方に流れてくるみたいなね。そこが水源というか水源らしいですよね。インスタとかでもたまに見ますもんね。ありますもんね。本当で、いやそれ自分も写真見せてもらったんですけど、それがあるらしいんですよね。フォローしてます多分それですすごいとこですよね。もう本当にもうなんか狭いこう屋根裏みたいなところに潜り込んでいって、そこからなんかボロの古着が出てくるんですよ、うん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 、でもめちゃくちゃいいやつが出てきたりとかするんですよね。ほこりかぶってはいるんですけど、もうやっぱそういうところも含めて古着のヴィンテージが出てくるところっていうのはやっぱそういうところしかもうないんですよ。そうでしょうね。どっかの商店の、まあ、要はデッドストックがあってみたいなのはもうないですよ。90年代からずっと同じことやってて、昔だったら田舎の方に走ったらさ、コンバースのこのね金箱が積んであってみたいなのがあったけど、そんなあるわけないですか。もう40年ぐらいやってて同じことをね、そんな田舎があるわけないんですけど、やっぱそういう民家とかねいうところがもう次のね狙われてる場所なんでしょうね。そういうところもなくなってくればもういよいよなくなってきますよね。いやいやいよいよですよ。いよいよ尽きてくる日がやっぱ来るいやだからこれ怖い想像ですけど、日本もだってこれだけもう家が余り始めてて、
もう壊されずに取り残されてる一軒家がどんどん出てきてるでしょ、うん、田舎の方とか。いや、ほんとそこに犯罪まがいですけど、うん、いや、犯罪ですけど、うん、勝手に入ってタンスの中引っ張り出して、うん、おお、昔のこれあったとか、うん、全然ちょっと出てきてもおかしくないと思いますよ。これほんと耳寄りのね、政治の皆さん絶対そんなことしないと思ってるんで、この話今してますけど、そういう時代が来てもおかしくないというかね、狙われてればですね。例えばみんながね、実家にはあるはずなんだけどな、みたいな服があるじゃないですか。だからやっぱみんな絶対そこに若い学生時代を過ごした人がいれば、そこの当時の服が残ってるのは多分間違いないと思うんで、本当そこにリーバイスだったりチャンピオンだったりね、いい古着が残ってる可能性は大いにあると思いますけどね。危険ですね。そうそう、本当危険ですよ。そうですね。手つかずの古民家狙われてますよ、本当今。空き家が。やばいな。宝のなんか実家やばいな。いやいや、いやいや、あのね、本当笑い話じゃないですよね、本当ね。いやちょっとね、まあそういうのも知れたというかですね、だからまあそれを知れば知るほどなんか自分の中で線引きが引けたんですよ。もうそれって俺じゃあできるか、お前がそれやるって言ったら俺やりたくないですよ、そんなことは。人ん家買って入ってタンス開けるなんかしたくないし、だからそこまでしてヴィンテージ集めない方がいいと俺は思うんですよね。そのなんかこれ難しい話だな、じゃあお前一生ヴィンテージ買うなよとか仕入れるなよってなるじゃないですか。でもそれは正直できないですけど、どうやってこの手元に来たヴィンテージがどうやってここに来たか分かんないんですよ。クリーンに来たのか、ちょっとグレーゾーンを通ってきたのか正直分かんないですけど、なんかそれを聞いちゃうと、そのもう意地でも何でもヴィンテージを俺が集めたいんだはちょっとならないかなと思いましたね。なかなか衝撃でした、俺も聞いた時。問題には別になったりはしてないですか、そういう、まあ、窃盗なわけじゃないですか。それを、まあ、逆に空き家をなんかこう空き家だから、まあ、いいかみたいな、もしあったとしてもうわ荒らされてるって思って、別にそのそこにだって貴重品は多分置いてると誰も思ってないからですね。そこにあるボロい服がただ持っていかれてるだけだから、なんならちょっと処分するのいやいや、でも散らかし放題にされてますから、いらないものは全部そこにぐっちゃぐちゃに置かれて、あ、これ売れるわっていうのだけを持っていかれてるんで、ただもう荒らされた感じですよ、家は。でもうわ誰か入ったなっていうだけで、貴重品はもう持って行ってたはずって思ってるんで、変な価値観ですからね、そこはね。逆に何ば持って行ってとみたいなね、俺らで言ったら何かあったみたいな感じでしょうけど、その中にね、若い子が10万出したい20万出したいとか100万出すみたいなものがあったでしょうからね。ひょっとしたらその巡り巡って自分の今手元にある古着が誰かのそういうもの、そうそうそう、そういうことですよ。全然ある、全然あるってこと、ね、てか絶対そうだと思います。まあまあ分かんない、出所が分かんないから。確かにミリタリーもんなんか、ね、もちろんもちろん分かんないですよね。本当に戦場で戦ってた服でしょうしね。まあ軍服とかもちろんそのね、軍に属されてた方たちは家の中にもちろん軍のそのね、支給されてた服は置いてたでしょうしね、タンスの中には多分相当あったんじゃないですかね。まあそういうところがねあるらしいんですよ、自分がだからアメリカに行って知ったのはそのことですね。ピープルゲットレディ耳寄りな日曜日。だからさっきちょっとこう毎年行くのは難しいというか、自分がね来年も行けるわけじゃないとは思ったんですけど、まあなんかもう可能だったらっていうところでもう2年に1回とか、まあ3年に1回だとなんかちょっと遠く感じるんですけど、2年に1回ぐらい行けたらいいなっていうと、毎年だったら嫁さんに相当負担を強いるんで、ちょっとしたくないの気持ちがあって、またみたいな感じにやっぱなると思うんで、
ただでも今年は自分がそれをさせてもらったんで、来年はもちろん嫁さんも含めて子供と一緒にちょっとのんびり休みというかね、旅行に行く日を設けるべきかなと思うしですね、同じご一緒に行く、いやいや、もちろんアメリカに行くじゃなくて、嫁さんたちそんなアメリカにストイックな旅に行きたいなんて絶対思わないと思うんで、もうね、ちょっとこう近場でのんびりする時間をちゃんと作るべきだしですね、自分のやりたいことばっかりはさすがにちょっと言えないなと思うので、で次のターンでまたちょっと仕事で行かせてほしいっていうのが言えたらいいなと思うんですけどね。その逆に田尻さんの中で住みたいっていう風な感覚にはならない、もう住みたい、五分五分とは言い過ぎですけど、うん、住んでみたいなとは思いますけど、あのやっぱ甲斐さんがおっしゃるようにもう、うん、とにかく医療費とかがもう不安でしょうがないっていうか、話を聞いてるともう何かあったらものすごいお金がかかるって感じで、お金がないと生きていけない国っていう感じで、もう物価とかもう異常なんですよ。そうですね。あの、ちょっとね、こう、その話題話させてもらうと、まず円安っていうか、俺が言って、円高になってるでしょ、なんか136円とかでしょ、はいはい、もう、ね、もっと、うん、俺らほんと換金した時147とかですからね。で、だから要は、今まで100円、1ドル100円の時代とか一回あったでしょ、うん、あの時、まあ、丸1個足せば、みたいな計算だったじゃないですか。うん、でも、その今 1.5 倍みたいな感じなんですよね。10ドルって言ったら 1.5 で、あ、1500円かみたいな感じなんですよ。で、ご飯食べに行って本当ね、ファーストフードショップでもそのハンバーガーとコーラとポテトがついたらもうなんか15-16ドルとかなんですよ。だからもう2000何百円とかなんですよね。で、それにまあファーストフードはないですけど、ちょっとお食事行ったらチップが 15% とか 20% とか乗っかってくるし、本当ね、3人でちょっとベトナム料理屋に行ったんですよ。もうここしか空いてないねっつって、もう最後入ったところで101ドルだったんですよ。だもう3人で、だからそのもう本当にさ1万5000円ぐらいですよ。だから飲んだり食ったりはしてない。いや、もう本当ドリンクいっぱいとまあまあなんかビュッフェ形式みたいなところで、まあ日本でも3500円ぐらいするのかもですけど、これで101ドルかみたいな感じで、それにさらにチップね、その20%ぐらい払ってるんで、もう、いや、とにかく食費がすごいかかった感じです。もう何にせよ。もう、で、あとね、これ俺の想像なんですけど、小麦がやっぱウクライナ情勢とかで高くなってるじゃないですか、日本も。で、向こうでブリトーっていうね、なんかこう、メキシコ系のこう生地で包んであるの食べてるんですけど、なんかね、俺らが行ったお店はすごく美味しいお店だったんですけど、その数字の料金のところに絶対元は一桁なんですよね。 8.99 ドルって書いてある上に12ドルとかこう紙が上から貼ってあるんですよ。12ドル15ドルとかだから全部値上がりしてるんですよね。もともと一桁台のドルで買えたものがもう二桁に上がってるようなもうメニュー表なんですよ。で、それが、その、戦争のせいなのかはちょっとわかんないですけど、もう明らかに数字が、いや、どう見てもこれ5ドルぐらい上がってるやろ、みたいなぐらいのもお店もあって、だブリトー1個も、ね、食べてお腹いっぱいになる量ですけど、それでもやっぱ、12、3ドルとかなんで、もちろん2000円ぐらいはする感覚ですよね。日本だったらね、セブンイレブンで200円で買える。いやいや、まあ、そらね、小さいやつはそうですけど、でも例えば日本だったら500円でなんとかしのごうと思ったらそれがあるじゃないですか。なんかそんなある程度満足感がある500円で食べるじゃないですか。おにぎり2個とお茶買って野菜ジュースにしとこうかなとかね、ちょっと唐揚げくんも買っちゃおうみたいな、そんな食べ方できるじゃないですか。そういうのがなんか分かんなかったんですよね。やっぱね、日本の惣菜、そのなんかお弁当にしても、やっぱこれ日本人だからとは思いますけど、クオリティ半端じゃないですよ。コスパがやばいですよね、そう考えると。なんかね、トレーダー・ジョーズっていうめちゃめちゃこうそういうのに力入れてる系のスーパーがあっておしゃれなんですよ。でそういうとこ行って、他のとこよりはなんかね、食欲そそるサラダとかがあったんですけど、それでも日本のもちろんセブンイレブンとかスーパーのお惣菜コーナーにはもう全然なんか違う、レベルが違うぐらいなんかこうあまり手が伸びないような、まあ、これは多分感覚でしょうね。日本人の食べ物と向こうの方が違うんでしょうけど、なんかね、あ、これ美味しそう、手に取ろうっていうのは本当少なかったですね。だからそういうのもちょっと知りたかったんですけどね。
ただ値段はもう高いです。全部もうなんかね、ドレッシングとかチキンとかも入っているような、まあこう2人にしか見えてないですけど、お弁当箱のちょっと大きめぐらいのサラダっていうのがあるんです。いろんなチキン系だったり、もうサラ、お肉なしのグリーンだけのサラダとか、それで多分7ドルとかですもんね。7.99 とか、そう書いてあるんですよ。でも1000円ぐらいですよ、サラダ1個が。なかなかでしょ。うちも値上げしていいですか。いや本当にもう高いっすね。高かって単純に円が弱いんですよ、これは。そうでしょうね、うん、だから成田に帰ってきて3人揃ってラーメン食ったんですよ、うん、成田空港のそのゲートというかそこのね降りたところにあったもう博多ラーメンがあったんで、それが850円ぐらい、普通のラーメンが、うん、それってドル換算で言ったら6ドルとかぐらいなはずなんですよ、多分。めちゃめちゃ安く感じるんですよ。ですよね、逆算で考えると。800円もちろん俺らからしたら高く感じますよ。普通になんか600円がいいなとかあるけど、その800円ですら、あれこれドルでやったら、あれ安ってなるんですよね。なんかそれを感じました。金銭感覚がちょっと。一周回って戻ってきて、いや、安いわ、こっちの方が全然って感じで。すごいな。だから今が海外から来てる人たちが日本で爆買いしたくなる気持ち分かりますもん、うん、この感覚だったら、うん、ちょっと贅沢しても多分平気なぐらいだと思いますもんね。そのうち日本の卸さん、あの古着の卸さんとかに海外の人が来て持っていたりするじゃないですか。あ、日本で買った方が安いよ、だから俺たちがタイに行った方がいいみたいなのと同じニュアンスのことが起こるかもしれないですよね。物も揃ってるしみたいな、うん、いや怖いですよ ね、もう逆にチャンスかもしれないですよ。チャンスですかね。だからまあ本当うちみたいなところに海外のバイヤーが来て、うん、もうごっそり塗ってて、こっからここまでいいかみたいな、オーケーオーケーセンキューソーマッチみたいな、やったーみたいな、ディスカウントプリーズってあーのオーケー、もうまさかそっちのパターンでね交渉されるとはみたいなね。本当ありえますよね。まあだから中国系の人とかがね、うん、今 ねヴィンテージ志向になってるというのが本当であれば、うん、東京とかは高いから九州の熊本とか穴場だぜみたいに言われてね、うんうん、ねえピープルゲットレディーここ暑いぜみたいなね、いや月に 2,3 人売約のぜみたいなね、いや俺がこうニヤニヤが止まらないみたいな、ね、いやいい商売してますね俺みたいなね、ならないかな。ならないか。まあちょっと、そんな、冗談はね、まあちょっと妄想はやめておいてね。まあちょっと国内の卸さんの話になったんで、ちょっと話をするんですけど、来週の火曜日と水曜日、なんと俺と堀ちゃんで、東京と大阪に卸屋さんに行ってくるんですよ。アメリカから帰ってきていきなりなんですけど。さらにですね。はい。行く必要あるのって、こうみんな思うと思うんですよ。タチさん、あんなに買ってたじゃん、みたいなね。で、ボリューム的には十分あるんですけど、今回、なぜ、アメリカから帰ってきてすぐ日本に行くのかの理由が3つあるんですよ。3つ。はい、まあ、1つ目は、もしアメリカで買えなかったらまずいと思ってたんで、保険をかけてたんですよね。なるほど。アメリカに行って、うわ、こんだけじゃまずいなって、もし値段がはまらなくて買えなかったって時に、たださん、アメリカに行って何買ってきたんですかって時に、商品紹介がもう2ターンぐらいで終わったらなんかダサいじゃないですか。だから、ちょっとこう水増しようと思ってね、日本の倉庫でも買って、それを あくまでもこうアメリカで買ってきたかのように紹介しようと思ってたんですよ。そういう意味で一つ、ようやく入れてたんですけどね。で、もう一個は堀ちゃんがね、これから自分でもスタートするっていう時に、東京と大阪の自分がもうワンツー、東京はここかここ、大阪だったらこことここっていうところを紹介するよっていう話をしてて、まあこのタイミングで行こうかなということで堀ちゃんと一緒に行きます。で、三つ目はこれ大事なとこなんですけど、やっぱ行かなさすぎると、やっぱりいい条件で入らせてもらえなくなるっていう可能性がちょっと出てくるんですよね。やっぱりこうもう一年に一回しか来ない人と、毎月来てくれる人ってやっぱり条件がやっぱそっちの方が良くなるじゃないですか。あ、そっちの人を、例えば朝一番のいい時間に予約で入れてくれるとか、ね、二番目が次三番目になっちゃうみたいなこともやっぱ出てくると思うんですよ。で、そういうのもちょっと防ぎたいので、
東京と大阪のところにもこうできるだけ顔を出したいので、7月このタイミングで行こうかなっていうところで、国内の卸業さんにも行こうかなというところですね。はい、だからこうアメリカで買ってきたかのように俺は出しますので、政治の皆さんはどれがどれかなって、こうちょっとこうこっちアメリカなのかな、こっち日本なのかなって、こうちょっと見ながらね楽しんでもらえればなと思うんですけどね。2店舗目かなと思って。2店舗目いやいやいや、2店舗目現実的にちょっと遠くなってますね今。田尻今回相当資金やられてますからね、アメリカ買い付けてもうぐらついてますからね本当に、いや本当ね、計算してこれ別に隠すことはないと思いますけど、仕入れ以外でかかった経費が約5、60万はかかってます。ホテル代、レンタカー代、ちょっと今ちょっとさっき整理してたんで、ちょっと紙がね手元にあるんで言いますけど、そのホテル代ね、ホテル代がもう12日間ぐらい行ってるんで、もちろんかかりますよね。1日7、8000円で済ませたとしてももう10万超えるぐらいするんですよね、12日間とか。でレンタカー代で、その後 Wi-Fi の使用料ですね、これが意外に安くないんですよね、 Wi-Fi の使用料と、ガソリン代、向こうでのと、あと段ボールを買ってビニールテープとかで留めて、まあ、それは 4、5千円の話なんですけど、その送る料金、その向こうで買った段ボールをこっちに飛ばすお金が、もう今日ねお芋のやつさんとはもうずっと話してたんですけど21万、もう大体22万です。はい、ダンボールだから、みんなが動画でたくさん買ってますねって言ってたあの量を日本に送って、まあ、それに関税が乗っかってるんですけど、22万ですよ。物じゃなくて送ってる作業というか、それにね送料と関税が乗っかって22万輸送費って、そうですそうです、一箱だから3万円超えてくるぐらいですよ。だから中に50アイテム乗ってたとしても、それが全部割って、ね、経費として乗っかってくるし、アウターなんか50着も入らないですからね、どんだけ詰め込んでも25枚とかじゃないかな。で、それに3万5000が全部オンになってると思えば、どうやって利益出すかって感じですよ、ほんと。ガツに触れんだって、ね。いやいや、触っていいんですけど、そのね、5、60万かけて、それを一点一点に分散して、で、さらに、うちがお商売としての利益を乗せさせてもらうってなった時に、そりゃ安くないんですよね。でも、本心としては安く出したいんですよ。だから、そのパーセンテージはぐっと下げなきゃいけなくなるんで、よりアメリカに行った意味っていうのをこう、難しくさせるんですよね。いや、買い付けの時って、やっぱ金額的には、そこそこするんですか。激安っていう感じじゃないですか。いやいや、もう全然激安じゃなかったです。もう全然激安じゃなかったですね。日本の卸さんと考えた時でも、やっぱりいやそんな、なんかね、自分の肌感で言うと日本の卸さんより500円安いぐらいです。だから今言いましたように、アメリカに行って俺経費5、60万ですよ、はい。東京と大阪に今度行っていくらかかるかを言いますと、飛行機の往復プラスホテル込みで3万5000円、で買った商品をお店に飛ばしてもらう料金多分1000円とかです。あ、高くても2000円とか、はい、なんかサービスとかで、ね、2000円いただきますねみたいな感じなんですけど、4万とか5万ですよ、その、まあ、同じぐらいの量買ったとしても。そらどっちが安く、だから500円商品は安くても、うん、かかってるお金が50万と4、5万で10倍ですから ね、うん、そうですね、もうお分かりの通りですよ、うん、お客さんのところにね出す金額が全然違ってきますよね、はい、だからこそそのヴィンテージとか一着あたりが価格帯のいいものを取らないと、うん、アメリカでやっぱ意味がないんですよ ね、 そうですね、向こうで安いものをいくら箱詰めして入れ送ったところで、うん、
日本の業者さんで買えるものを同じことやっちゃったらもう全部やればやるほど損なんですよ、うんうん、それに気づいてから俺の手がちょっと止まったんですよね、うん、これ俺何やってんだろうみたいなんですね、うん、だからアメリカのローズボールの時に自分が10時、だから5時半から始まっても10時ぐらいにはなんかこう集中力が途切れたんですよねって動画で言ってるんですけど、うん、まさにその瞬間に頭の中で計算して俺めちゃめちゃ無駄なことやってんなって気づいた瞬間からこれどうしようってもう迷いが始まっちゃったんですよ。だから例えば10ドルとか15ドルぐらいの T シャツがあったとしてもそれ1500円2000円ですよ。それに経費が乗っかるって考えたら3000になるんですよね。それじゃあ日本で4800円で売りたい T シャツが3000だったらその利幅1800円ですよ。利幅っていうかそれに経費が相殺されてくるわけですよ。もうもちろん合わないんですよ、ほんで何もかもが。だからもうどうしようでしたね、本当初日2日間はこれはまずいみたいな。でもまずいまずいって言って何にも買わずに帰ってきたらそれが俺の中で一番良くないと思ったんですよ。例えばお芋のやつさんとか今日ね来てくれて、タシさんどれですかどれですかって言った時に段ボールが2つぐらいしか置いてなくて、いやこんだけなんですよね、ちょっとやっぱ値段高くてってなった時のお客さんたちのがっかり感っていうか、タシさん何知ったんですかっていうか、ねえ、なんかただ大谷のホームラン見に行っただけなんですかってなるのはやっぱ一番がっかりさせてしまうんですよね、お客さんは。だから利益率は確かに出せないとしてもやっぱり行っただけのお客さんがおお、さすがアメリカに行ったらこんなもんあるんだねぐらいは持って帰らないと、お客さんにとってやっぱすごい残念なことになっちゃうんで、例えばこれは言い過ぎですけど向こうで1万円で買ってこっちで1万円で売って利益ゼロでももう俺がもう勉強で払ったと思えばいいやぐらいのつもりでもあったわけですよ、実は。なるほど。うん、それでも YouTube として残せてお客さんに楽しんでもらえてうちの店を知ってもらえてっていうプラスが面が一面あるんで、もうなんならこっちの利益度外視でもいいもん持ってこなきゃっていうのにちょっとスイッチが入ったのもあります。でももちろんそれはやっちゃいけないと思いますけどね。うん、だからそういうところの、ただ買わないよりはちょっと攻めで買わなきゃっていう風に無理やりギアを入れた感じはあるんですよ。で最終日に向けてロングビーチではやっぱりこう朝一ちょっといいやつをピックして、例えば M51 のフィッシュテールパーカーとかやっぱ向こうでも高かったんですけど、はい、それでもなんとかいけるっていうぐらいだったんで、もうここでも急いで買わなきゃと思って買ったり、そういうこうちょっとこう攻めの買い付けができましたけどね、後半は。まあ、自分の素直な意見というかその感想ですね。本当値段は高かったです。とにかくもうバンド T シャツやっぱバカげてますよ。俺もうこれだけは言いたいんですけど、俺がねマイブランティーバレンタインマイブランド T シャツこれちょっと高いけど聞いてみますっつって、なんかピンク色っぽいやつかな、赤っぽいやつをいくらか、ここだけはまあね人の値段言ったら失礼なんですけど、あれとかで250ドルって言われたのかな。だからだいたい4万5万とかですよ、 T シャツ1枚が。向こうの値段でですよ、日本のそのまあそれをじゃあ日本に持ってきて、あれ俺がここで8万とか6万7万で売って、俺が売れる自信ももちろんないし、それを売ったら田瀬さんどうしたってなるじゃないですか。なんかそういうとこあんま別にアメリカナイズ戦でええんだけどなってなると思うんですよね。なんからしくないことしちゃうというか、カウンターの後ろがねもうバンティーばっかりになって、そうなんかそれじゃなかったんですよね、俺がやりたいことはですね。お金はまあ安ければ安いほどいいとまでは言わないけど、その手頃な値段でおしゃれしてほしいっていうところがあるんで、どうしても自分はあれが貴重なんだよね。だからこれ7万なんだよねはちょっともう無理なんすよね。もう性分的に。で、今まで言ってきたこと全部覆しますよね。いや、なんかそうなんですよ。結局言ったらそうなるんだ。でもそうなんですよ。言ったらそうなるんだって感じだったんですよね。ほんとね。言うならそれしかできないんでしょうね。そうそう。現状そうなんですよ。ぼったくってるっていうよりも、その相場に電卓叩いて経費乗っけたらもうその値段になってるんですよね。だからやっぱりバイヤーさんっていうかショップ、日本のショップさんたちも
いやこれめちゃめちゃ今貴重だからっていうので、それを10万15万ってやっぱ言わないと商売が成立しないんで、もちろんこれあの田地さんそれ違うんじゃないというお声が今頭にあったのは、交渉次第というか、例えば10枚買うんでもっとディスカウントしてくれとかっていうのはできる人はできると思いますけど、それにはやっぱりねめちゃくちゃ資金体力がいるっていうのを感じました。だからシルバーアクセとかもそうだったんですけど、普通に1個2個買うと高いんですよ、もう全然1個300ドル400ドルって言われて、でもこれをじゃあ10個買うから、こう20個買うからってなった時に向こうも、じゃあこの値段でしょうかってなると思うんですよね。だから俺がいやバンティ高かったんですよっていうのは、俺の資金力ではそこを崩せる交渉力が俺にはなかったっていう話をしてるんであって、もっとこうお店として規模がでかくてやれてるところはもうこれだけ買うからこんだけ条件くれないっていう話もしてると思うんで、だからそういう意味で自分の規模、だから自分なんでアメリカに行かないんですかの動画で、いや規模の問題なんですよって言ってるんですけど、もう本当その通りだったんですよね。俺の規模ではこんなアメリカに行って買い付けして帰ってきたところでやっぱり計算が合わないっていう、まあもう本当なそれ通りになぞってきた感じです俺は今回。やっぱりそうだったなって感じでしたね、はい、それを分かった上でもやっぱりまた行きたいっていう気持ち、だからそれをこう、行きたいっていうのは、もちろんその今の状況だったら行けないが本音ですよ、例えば円の状況が変わってるとか、そういうのを含めて行けたら行きたいっていうところですね。円が120円にちょっとね強くなってきたとか、もう今100円105円時代に突入したから今アメリカ行った方がいいよとかっていうのになるとか、向こうの物価が下がってくるっていうか、まあヴィンテージの値段がね下がり始めるのはまあ相当先だと思うんで、ちょっと違うかもしれないですけど、もうそういうの取っ払って、もう お金とか利益が出るか出ないか置いといてアメリカに行きたいっていう気持ちはあるんですけど、計算してビジネスとしては今は行かない方がいいと思いましたね、自分の状態ではですね、はい、ちょっと話が行ったり来たりしてたんで、今聞いてる人はちょっと分からなくなったかもしれないですけど、あの今のは大事なところですね、今のお金、今の円の力とか向こうのヴィンテージの高騰してるのを考えると、今はもう一回行こうとはちょっと思えないっていうところです。ただそういうのを抜きにしてまたアメリカのフリーマーケットを見に行きたいとか、そのアメリカでのそう生活とかに触れたいっていうのはもちろんありましたねっていうと、アメリカっていうのはいい場所でしたね、はあ、ビジネスとして行くのは今難しいですね、本当ね、自分は難しいと感じました。円が強くなるといいけどですね。そうですね。もっともっと弱くなる可能性もあるしですね。うん、今が良かったっていう、いや、かもしらんし。だから本当俺ら換金してですね、要は円をドルに変えて、飛行機に乗るときに、例えば俺はもう仕事で100万ぐらい買い付けをするって思って行ってますけど、あの傭兵と奥君は一応30万円両替したんですけど、多分余るだろうと。うん、30万はさすがに使わないよねって、で例えば15万余ったとしたらもう帰ってきたらすぐ両替した方がいいよって言ってたんですよ、だって円が140円台だからですね、だからもう要はじらしとくよりはもう帰ったらすぐ余ってた分は換気した方がいいと思うって言ってたのに、要は帰ってきた時136円になってたんで、損する時買って損する時売るみたいな、すげえバッドタイミングだったんですよ。だから今は逆に売らないで持ってた方がいいと思います。まあ、また140ちょっと後半ぐらい乗ってきた時にもう換金に行った方がいいと思うんですけど、今日140円とかだった、本当ですか、俺全然もう追いかけてなかったですけど、もう終わったみたいな、いや多分すぐ戻りますよ、だから今まあこれを聞いてる人というか、アメリカに行こうって思ってる人がいたら、例えばアドバイスなんかありますかって言われるとなかなか難しいのが本音ですね。だからレンタカーとかも一人で借りるってなると全部負担が大きいでしょ。そうですね。俺ら3人で割ったりしてでもこれぐらいかかってる感覚なので、いやー、ゾッとしますよ、これ。てか言ってる人は本当1割2割だと思います、古着屋さんで今アメリカでがっつり買ってる人は、うん、
力のあるバイヤーさんしか行けてないと思いますけどね、うんうん、そんなに見なかったっすもん日本のバイヤーさんを、そんなに、うん、あんまり現地で、うん、何人かはもちろんいましたけど、うん、ああここにも日本人の人がいる、ここにも日本人の人がいるっていうような目の入り方にはなかったですね、うん、あの方とあの方は日本人の方だろうなみたいな人はいましたけど、うん、やっぱそう今行くべきじゃないってみんななってるんじゃないですかね、うん、だからまあいたらいたで多分俺もっと取れなかったかもしれないですね、うん、ライバルだらけだったはずなんで、うん、まあ家中の栗だけ持って帰ってきたって感じですよね、うん、使い方合ってるんですかね家中の栗って合ってるじゃないですかもうそれだけをもうあっちゅうって言いながら持って帰ってきたのが今回の俺みたいな感じですライバルもいなかったけどやけどしまくりで帰ってきた、そんなアメリカ旅でしたね。まあ、今回ねここまで喋ってあの要は映画のコーナーとか着こなしコーナーちょっとなしなんで皆さんねちょっとこう、まあ、田尻のアメリカ感想会という感じで今日は ね, のんびりね聞いてもらえたかなと思うんですけどね、そろそろ始めていきましょうか。まだ始まった、まあ、お約束、毎週日曜日のラジオトーク耳寄りな日曜日、ピープルゲットレディの田尻と佐藤とお芋のおやつがお送りいたします。あと何分お送りするのか分かんないですか。いや、まあでもなんかね私たちも夢を見させていただきましたよね。そうですね、本当それはありますね。やっぱそのなんていうんですか、動画を見ながらこうちょっとこう、うん、一緒になんか行ってる感じ楽しんでもらいました、ね、うん、最初よ全然なんかそんな声がいいとか別にみたいな感じで、うん、見てるけどやっぱこう引き込まれてる自分がこうはい、はい、なんて言うんですか、佐藤さんの感想なの、皆さん別に私行きたいわけじゃないしみたいな、そんなに海外欲とかなんでそんな目線でなんかないけどって思いながらも再生してなんかあのやっぱりあの何でしたっけ、あの 朝日はいはいはい、国立公園に行った時のね素敵でした ね, あ れ, たね、あれはなんかやっぱ、うん、ああいうのはやっぱなんかすごい、うん、もちろん日本にもねいい景色はいっぱいあると思うんですけど、あのこう見たこともないような木の形とか、ね、うん、なんかこうゴツゴツしたやっぱ砂漠っぽい地形とかっていうのはやっぱアメリカだなと思いましたね、印象的 なんかでしたね、うん、なんかやっぱ、そういうとちょっとグッとくるものがありましたね、うん、なんかねドライブしてるあの街並みとか、ああそうですね、街並みデイトナとかでしか見たことないなんで車のゲーム、本当ねなんかその本当にこ映画通りみたいな、うん、なんか、うん、本当に街並みが、うん、なんかアメリカだなって感じ、うん、俺あのねコメント欄にも田尻さんがなんかテンション上がってるの見てこうねあの、うん、よかったですみたいな書いていただいてたんですけど、あのもう曲がり角曲がって、要はレンタカー乗って曲がり角曲がった時にもう、うん、めちゃくちゃアメリカやんって俺言ってるんですけど、うん、あの俺がアメリカの地についても最初のあの一言を映像で残してるっていうのは俺多分、うん、めちゃめちゃいい思い出なんですよね、うん、あれってそんなみんな撮れてないと思うんですよ、うん、動画に残してる人がいないと思うんですけど、もうあのもううわこれが憧れてたアメリカの景色だっていうのをもうめちゃくちゃ感じたんで、あの瞬間が収められてるっていうのは自分にとってのなんか貴重な映像でしたね、あれは。やっぱアメリカに憧れがずっとあったんですね。それもなんかずっとその感慨深くされてたんで。そうですね、やっぱりそれはもう昔から。そうですね、まああのダンク、あのこの前のあのバスケットの映画のハードプレイっていう映画とかで、そのアメリカの西海岸のこうビーチ沿いのバスケットコートで黒人の人たちとかがバスケしてて、なんかブラックミュージックだったり、あのバスケットのカルチャーだったりっていうのに憧れっていうのはやっぱあって、まあまあバスケットからアメリカだったり音楽からアメリカだったり、黒人のソウルミュージックとかが好きでアメリカかっこいいってなってたんで、カルチャーから入って、そうですね、やっぱ高校生より前ですね、やっぱ中学校ぐらいからアメリカかっこいいはあったですね。その時からやっぱいつか行きたい、いやもちろんもちろん行きたいとかやっぱ憧れの対象でしたよ。それがね43にして初めてのこう味わったんですね、夢叶ったっていうことですよね、もう本当に。
深いですね、そう考えるとね、そのアメリカに猫が行く前と行った後ではやっぱもちろん持ってる感覚はだいぶ違いますよね。何が違うのって言われたら答えれないですけど、ね、何かは違う、何かは違うけど、でもなんか人から向けた感がなんかあります、あります、あります、なんか何ですかね、田尻さんそんなんだったっけみたいなちょっとね、多少こんがり焼けてらっしゃるのもあるし、英語出てくるんじゃないですか、英語はね、英語でしたね、うん、英語でも、うん、そのスーパーマーケットに行って、うん、もう要は本当ただパンとなんか飲み物買うだけとかですよ、でスーパーマーケットに行ってレジのおばちゃんとまずはいはいって言うんですよ、もう普通にですよ絶対ですよ、だあのホームデポっていうところでダンボール買いに行ってもはいはいって言って、でもそんなこと日本で絶対ないじゃないですか、でもアメリカで無口で立ってるとやっぱまずい雰囲気になるんですよね、お互いもはいって声かけて、もうそれがなんか普通になってたんで、だからこっち来てそのなんか気持ちの逆にその気持ちの悪さがありましたね、なんか県で距離を取る感じがなんか、そうですね、日本人ってそういう文化あんまりない、だからついね本当にこれ冗談じゃなくて Thank you って言っちゃうんですよ、あのパスポートの日本の空港とかでパスポート確認とか終わった後も Thank you ってつい言いそうになるんですよ、日本人に向かってですよ、なんかそれぐらいもうパッと出ます、ね、そのもう終わりましたけど、その時間はもうさすがに今2日3日目で、はい、お客さん来られたらもうはいってはいってメイハッピーウッチでもう帰る時にはハバグデイってね、なんでこのアメリカ株のオーナーってダセーっていやーでも英語でね、なんかコミュニケーションするの楽しかったんですよ、縮まりますよね、確かに本当楽しいですよ、うん、だから使ってる単語が通じ始めるとやっぱ嬉しくなるんですよね、コミュニケーションが取れてくると、うん、確かに、まあ、だから使う単語って少ないんですよ、俺なんかそのねフリーマーケット行っても、うん、例えばこれ2個買うんでちょっともうちょっと安くできないって言った、うん、例えば、うん、If I to buy more discount please って言えばもう向こうもじゃあボスなんとかってこう言い出すんで、OKOK じゃあ60とかってこう言いながら、うん、もう本当それのだけのキャッチボールですら楽しいんですよね、なんかね、うん、すごいなと思いました、うん、ずっとこの交渉、ね、その都度交渉されてるから、あ、だからコミュニケーションが取れてる、交渉もそのちょっとデリケートな内容なわけじゃないですか、コミった内容なのにそのコミュニケーション、あ、取れてる、みんなも絶対 2,3 回やれば絶対できる、それぐらいイージーなことです、あれは本当全然なんか偉そうにする気もさらさらないです、本当あれは簡単な50ドルとか100ドルとかをじゃあ合算で80にしてくれとか90にしてくれって言ってるようなもんなんで、すごい、もうそれができれば十分ですよ、そうそう、実は本当バイヤーのね仕事ってそんなにいらないと、ホテルに入って今日の予約2晩取りたいんだけどっていうだけでいいとか、なんかあった時にこうちょっとこう対応できればいいと思うんですけど、うん、いや本当ね、あのこれ笑い話ですけど、あの向こうの水洗トイレっていうか、あのやっぱ日本の方が優れてるって言うじゃないですか、水の軟水と硬水の違いとかもあるし、あんまりたくさん流せないようにしてあるみたいな、で傭兵がね、あのトイレを2回詰まらせたんよね、ホテルので、あのいわゆるすっぽんを英語でなんていうのか分かんなくてで、それをこう調べて、バキュームとか、バキュームじゃなかったと思う、多分で、なんかこう傭兵が、あ、多分これだっつって、傭兵結構英語うまいんですよ、あのあいつはね割と理論的というか文法でしっかり覚えるタイプで、自分は割ともう単語をただフィーリングでくっつける英語、もう出川イングリッシュ派なんですけど、あいつは割と文法を使うんですけど、ちゃんとね向こうにあのトイレを詰まらせたんで、ちょっとこうあれを貸してほしいみたいな、すごい、で OKOK みたいなで電話来て、で来ないんですよやっぱり全然、でずっとでもう一回英語で、あの俺たちもうすぐ出なきゃいけないんで、あのいつ来てくれるんだって言ったら、また待っとけみたいな感じで、もうお願いしますねって切ったりするんですけど、そういうやり取りもあいつ上手にこなしてて、大したもんだなと思いながら、確かに
になんか嫁さんすごずっと落ち着いてらっしゃる、うん、なんかこうすごいそのオーラはすごい出ましたね、うん、なんか一人いなくなった時でもそう動じない動じない、まあ、慌てるタイプじゃないですか、うん、すごいなんか馴染んでましたよね、うん、なんかサングラスとかもこうなんかチャッてかっこいいでしょあいつね。かっこいいイケメンでしたね。いや頼りになりましたよ横にいてくれて。俺の英語力で無理な時はちょっと傭兵ちょっと言ってくれっつって。すごいな。三者三様でしたね。いやそう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 。冒険好きな、うん、奥にと。やっぱ三人のバランスで戦えたんだなと思いますけどね。本当いい思い出ですよ本当。本当ね、ロングビーチの、あの、俺がコメントでちょっと書いてるんですけど、もう3人で来ることはないなってやっぱ頭をよぎったんですよ。うん、俺は来るかもしれないと、ローズボールに。フリーね、仕事として。うん、でも、おっくんと洋平は多分もう来ないと思ったんですよ。うん、ここまで旅費を30万とか40万払って、うん、ローズボールに来ることは多分ないと思ったんですよね。うん、ってなった時に、なんか、ああ、この3人でここに来ることってもうないんだなってこう、頭をよぎった瞬間、うん、実はかなり泣きそうになってました。なんか動画を編集しながらちょっとうるっときてましたね。なんか本当この瞬間が愛しいっていうかですね。旅の1ページ1ページがね終わっていくときに、本当ねこれ言うと恥ずかしいですけど、本当動画編集して音楽載せるじゃないですか。で、あの海さんと集合で4人で写ってる写真があるんですけど、あれに音楽流してた時も俺涙が止まらなくなって、今も言いながらちょっと飽きそうなんですけど。なんかこうなんてこうこの日がありがたい日だったんだっていうのを感じて、本当涙が出そうっていうか出てました。実際俺鼻ずるずるやりながら編集してたんで、それぐらい愛おしかったですね。一日一日過ぎていくのがですね、ありがたい時間なんだなって思いながら過ぎてましたね。なんかそういうのはなんか伝わってきますね。なんかすごいそのすごいなんかその瞬間瞬間を大事にされてるという体を大事にせずにですね、あのもう本当に体ボロボロで、これボロボロだなっていうのが分かる出来事があって、俺アメリカで3回ぐらいデジャブが起こってるんですよ。でデジャブってよくあの私ここ来たことあるかもって言うじゃないですか。あれ単純に脳と体なんか脳が疲れてて時間がずれてるらしいんですよね。自分の今のタイムとちょっと感覚のずれがずれちゃうんで、その先に見た映像があれここ昔味わったことがあるって感覚になるらしい。だから俺のこれ嘘かもしれないですけど、デジャブって疲れた時とかに起こるって聞いてたんですけど、3回ぐらいあれ俺ここ来たことある気がするってなってましたもんね。あ俺相当やばいなと思いましたもんね。なんかね、この街並み見たことある気がするけどなってなってたんですよ。3日間で3回は結構、ね、いやそうそう結構頭いかれてたかもしれないです。もうやばかったかもしれない。わかんない、来たことあるかもしれないです。なんかよくなんか私スピリチュアルな意味で前世の記憶って、ね、味わってるかもしれないです、ね、そうそうそう前世でアメリカ、多分それ勘違いで疲れてるだけなんですか。前世がアメリカ人いや多分ね、あ俺戻ってきたんだみたいなことじゃなくて、多分疲れてるんで早く寝た方がいいっていうことだったで。映画見てたからじゃないですか。映画かなぁ。なんか、なるほど、どっかで見たシーンっていうのあったかもしれないですけどね。思い描いたシーン。そんなね、貴重な時間でした、ほんとね。まあみんなが動画を通して少しでもなんかね楽しく見てもらえたら、もう今回のアメリカ買い付け、まあ散々俺さっきなんか経費がどうのこという話ずっとしちゃって、今更言うのも変ですけど、 YouTube のあの動画でみんながちょっと笑ったりなんか、おおアメリカの雰囲気味わったわってなればもう OK かなと思いますよね。楽しかったです。ありがとうございます。こっからまたあの普通の動画が始まるんですけどね。わが、はい、じゃあ今日も商品紹介やっていきますみたいな感じで、商品紹介と耳寄りが交互に上がってくるあの普通の日々が始まりますけどね、はい、普通の日々ほどね、あとあと愛しく感じるってことはありますからね。もうそういうの挟んでくるんだよね。すぐ歌を挟んでくるからね。なんともないようなことはね、ダセーな。つむいてる持ってくる。ダサいな。つむいちゃってるんです。まあまあ、ね、これからもじゃあそんな感じで引き続きよろしくお願いいたします。
はい、今日はこんな感じでアメリカ編、ね、終了ということで耳よりお送りさせていただきました、はい、またじゃあ通常モードが始まりますのでね、来週はガンモ君かな、ガンモ君が登場だったかな、また始まりますのでね、どうぞ皆様よろしくお付き合いください、はい、それでは今日はここまでにします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。さよなら。